こんにちは、レックセニコシの弁理士の馬場憲之です。皆さんよろしくお願いします。さあ、えー、今回はですね、一応まああのレックの方から話がありまして、まあ何かというと、まあコロナウイルスの関係で、まあ試験日の方がまあ少なくともまあ9月以降に延期になったと。 という発表がありましてまあ皆さんとしてはねあの、まあ、どうしようかというところで不安になってると思いますのでまあまあ言ってしまえば「学習コンパス」の特別編というのでねちょっとお送りしたいと思っております。でちょうどね発表になったのが、えー、と4月の。 何でしたか忘れちゃいましたけどえ金曜日に発表だなったんですけどあの実は木曜日に収録を私平日はしてることが多くてですねちょうど学習コンパスをもう取り終わった後でもういかんともしがたいっていうところで非常にねあのどうしようかなと思ってたんですけど、まあ、幸いちょっとねネックの方からやっぱ受講生心配でしょうからあの何かね伝えたいことがあればぜひ話をし,た、ね、していいというふうにねあのお許しをねこう皆さんあのいた,だいたのでぜひね皆さんとちょっと話をしていきたいなと思っていますはいでえっ、ー、とまあ その時間もないですから端的にねお伝えしようと思うんですけれどもまあ言ってしまえば今回は一つのチャンスだと捉えていただくとねで私がよくねあのまあ講座の中講座は言ってないかもしれませんけどまあ自分がですねまああの好きな言葉の一つに「人間倍児最後が馬」っていうねまあいわゆる「最後が馬」っていう言葉のことわざがあるわけなんですけれどもまあそれが好きで。 何かと言ったらいいと思ったことがあの実は悪かったりもするし悪いと思ったことが実は良かったりする場合もあるんだっていうねあのそういうまあ個人なんですよねだからまあ,ある物事を捉えるときに、まあ、それを、ね、プラスとして捉えるのかマイナスと捉えるのか例えば今回であれば試験が延期になったっていうね例えばこれ事実はあのもう一つなんですね。うん、それに対して、まあ、ネガティブに捉えるのかポジティブに捉えるかっていうのは今度それは捉える側の考え方ということになりますので皆さんとしては、まあ、どちらで。 で確実にもうこれ試験を合格するってことで考えればポジティブに取られた方が絶対いいですから、ね、ネガティブに取られても何のメリットもないですからだから今回は、ね、勉強が進んでる方は、ね、担当論文を進んでる方は担当論文とかまあその論、ね、担,当担当受験する人はこれで論文対策もねがっつりできるようになったぞというところと、まあ、もしね勉強がちょっと今進んでなかったという人はね、まあ、今年は記念受験になるかなと思ってたのが実はいよいよこうチャンスが巡ってきたわけだよね。 というところになりますでやっぱりここからねちょっと試験が延期になった、まあとほぼですねタイミングがずれたんですねで今回ちょっと板書にですねちょっと説明をしようと思って持ってきたのがあるんですけどこれ左側を見ていただくと分かるんですけど、まあ、本来がだから5月の試験日だとすると、まあ、ほぼですねちょっとまあこれ配信されるのがいつからかわかんなかったので、まあ、ゴールデンウィーク前からの日付で書いてますが、まあ、ほぼ4ヶ月、まあ、時を戻そうってこう戻ってしまったわけですよね。 と、うん、いうことなので、まあ、例年で言えば、まあ、今の時期というのはほぼ年末から年明けの,今のタイミングぐらいなんですよイメージとしては。うん、ただあのそこと一つねあのまあ大きく違うところなんですけれども、まあ、書いてありますように、まあ、試験日が延長になったがとそうするとおおむね5月ですねがまあ大体年明けに相当してくると、まあ、1月ぐらいですよね。うん あの今年の5月っていうのが、まあ、いわゆる1月まあ担当試験の逆算から考えて1月ぐらいですと。でただし一番大きな違いっていうのは、まあ、ある程度担当試験の基礎ができているともうその皆さんとしては本来5月に受験が、ね、あるだろうと思ってたわけですから、まあ、そこに向けてね一生懸命勉強していたということになりますので、まあ、そういった意味での基礎ができているというところは、まあ、非常に一番大きな違いですね有利なポイントになってくるかと思いますと。 なのでさっき言ったように、まあ基礎力が足りないと感じる人の場合であればね、これ実はもう一度講義をね、再受講すると言ったこともまあ有効な対応だと思ってますね。もう一回あのじゃあちょっとね、講座をね、担当解剖分聞いてみようかなとか、え。ー 丈夫の,ね、との,の,のところの4本のところ講座を聞いてみようかなというのも一、まあ、つのね、えー、取りうる措置としてはねあるんじゃないかなと思いますのでということです。でじゃあこれからね何をやっていくかというところでちょっと説明をしていきたいんですけれどもまあ担当試験ばっかりねあのやっていくっていうのもまあよろしいんですけど、まあ、せっかくねこれ時間ができましたのでまあ、9月の何日になるか分かりません。 なんだけど、まあ、仮に、まあ、例年通り5月の第4週じゃないですけど9月の第4週と捉えた場合ですね9月の第4週と捉えた場合は、えー、まさにねちょうど1月ぐらいになりますからだから担当のタイミングと合わせるとまあここ今ちょっと空欄になってるのは何かととこれがまあ担当直前期ですね。大体いい3月の下旬ぐらいから、まあ、4月5月でこうペースアップしていくと。 とといいうこここにになるので、まあ、ここに向けててまず標準を持っていくとすなわち今度、えー、今回置き換えてみると7月の中旬ぐらいをピークに持っていくとピークっていうかあのスタートダッシュに持っていくと、うん、いうふうにだからまあ今ちょっとねせっかくこうテンションが上がってしまって、ね、あの試験に向けて一生懸命やってたのが急にこうしごを外されてねこうあーって感じる人もいると思いますけれども、まあ、それはねやっぱりあの今切り替えてほしいというの思ってます。で私はいつも言ってるように下散歩は直前で構わないと思ってます。 あまり早くやっても忘れていくのであの直前期に下散歩についてはやっていただければいいと思ってるんですけれどもただせっかくもやったのでまあこれからまるまる数ヶ月やらないとなるとまたこれ完全に戻ってしまいますね全部知識蒸発しちゃうだから蒸発しない程度に勉強していくといいかなというふうに思ってますなので下散歩対策としてはですね一応こんなご提案をしていきますけどあのしていきますけれど「えー、おはようおやすみ下散歩」ですね おおはよううやみといのでこれは何かと言ったら、えーまあ、このね要するに「おはようおやすみしたさんぽ」っていうのを、まあ、7月の中旬いわゆるまあ担当直前期の勉強ですねあの、まあ、担当組の方あの中心にも話をしてますけど、えー、担当直前期っていうところで、まあ、目指していくというふうに考えたときにはこの「おはようおやすみしたさんぽ」っていうのをですね、えー、早速やっていただきたい。まあ、何かと言ったら単純で朝起きて「おはよう」という時に、えー、朝に条約を2問ですね過去問。 寝る前にお休みっていうところで不協著作の問題を2問ですね。これ2問です。をただし毎日やってください。毎日。うん。だから起きて2問解いて答え見てね。で間違えてもあそうなんだぐらいでいいです。そこで落ち込んだり条約の条文調べたりとかしなくていいです。もう解説見てあ丸だった罰だったみたいな。いうのを考えてもらえば結構です。でそれを2問ずつですね。2問ずつ。 朝起きて2問、えー、夜寝る前に2問という形で,でそれ以上でもそれ以下でもあまりよろしくないですね、うん、あのそれ以下だとペース終わらないですしであのこれについてはこなすことが目的じゃないですだから1日2問ってことはまあまあこれ4問なるだけどな、うん、朝と寝る,あ朝寝る前だからでこれ4問だから1週間で28問よしじゃあまず今日はね土曜日にね20問やっちゃおうそれは駄目なんですそれが目的じゃない毎日継続的にちょっとずつ知識をこれあの刺激していくと で今言ったように下散歩をガツンってやるのはこの時期で結構ですからこれ今空欄ーーになってますけど直前期ね直前期に下散歩やればいいので今は何をやっていただきたいかっていうとこうちょっとずつちょっとずつやっていただきたいそれによってあこんなあったよねあ4畳あったよねとあ,あのファージャック6錠ねテルケノマンあかったよねっていうのでちょっとずつ記憶を維持していただきたい PCD についても言葉を見ていくということになります。 なのでこれ順番に関しても例えばパリ条約やって、ね、例えば月曜日パリ条約火曜日 PCT 水曜日トリップス木曜日、ジュニアマドプロみたいな感じで広域もどんどんこうあのまたいでいってほしいと、まあ、当然まあパリとか PCT 問題数が違いますから、まあ、あのそこは、ね、あのやる回数がばらつき出てしまいますし、まあ、ト,リップスだトリップスとパリは1個でいいかもねパリプラストリップスと PCT みたいな。 だからパリ,、まあ、パ,リパリ2問やってで次の日は PCT2 問やって次の日トリップス2問やって次の日パリ2問みたいな形でとにかくまあできれば同じ法域じゃない条約で直に関してはもう著作権と不況法を交互にこれやっていただければいいというのを毎日2問ずつやっていくと、ね、朝と寝る前ですねこれを継続してやっていくこれが非常に重要になります。はい。 そういいいのをまず下三についてて対策をやったただきたいでこれから論文の勉強をやっぱりしっかりやっていただきたいと思ってますねしばらくで。どういうことかというと論文に関しては、えー、とまずゴールデンウィークですねに関しては論文コレモン、ね、お持ちの方はまず論文コレモン、ね、パーツをしっかりあの頭の中に入れましょう。ね、あの一個一個のパーツ例えば、ね、平行犬の,あの論点はどんなんだったかなとか先,先週の論点はどんなんだったのかなという形で今一度論文コレモンをしっかり回してください。 でこれをしっかり繰り返せば繰り返すほど知識がかなりね結局まあ条文ごとのごめんなさい論点ごとの論文の知識さえあの部品さえ頭の中に入ればあとはそれをガチャンと組み合わせれば本質か、ま、あので,きできてしまいますよね。いつも講座で言っているだからただまずは論文これもしっかりやっていただきたいと思います。で、えー、それが終わったら次にですね過去問のマッチングを終わらしておきましょう。マッチング。でこれはもうね、えー、もう十分にやってありますよって方に関しては、まあ、もう一度確認という意味で、まあ、マッチングやる必要ないですけど。 で論文の進め方に関しては過去問の年度をですねやっていただきたいだから1週間に1年分1問につき2時間程度の目標の学習でいいかなと思っています一問につきだからまあ1年分だとまあちょうど 8, 分8時間から10時間ぐらいが論文の勉強時間に割り当てられるんではないかなと思いますねうんでやっていただきたいことは問題を読んで答案構成をしますでおおむねこれで30分ですおおむねこれで30分で項目の確認ですで,で大体これで1時間ぐらいかなと思います、うん で、あとはマッチングですね。マッチングでマッチングに関しては、あの講座の中でも説明してましたよね。問題文と答案で、これが非常に重要です。うんで、マッチングについてをどれだけしっかりやるかというところで合否が分かれてきますし、いつも言って論文なんていうのは俺は一番簡単なんですよ。うん。担当の方がやっぱり難しいです。論文は解き方さえ分かっていれば非常に優しいです。 だそういった意味ではあんまり恐れることはない,、ね、ことはないしっかりとマッチングをやっていただきたい、うん、であとは書けなさそうなところを書いてみる、まあ、これは論文の書き方講座とか、まあ、いろんなところを見ていただければあの分かるかなと思いますのであのそこを踏まえてやっていただければと思います。はい、で、まあ、今これ担当組ですけど例えばまあエルゼミの方とかですねあの私が論文を教えてるよという方はもう論文エルゼミとかでもあの言ってますようにとにかく論文は過去問です。 もう過去問以外は本当にもうあまりやらなくてもいいって言って過言ではないぐらい。逆に言えば過去問はしっかり潰していただきたい。で、我々、我々じ私が今まで教えてたね、要するにゼミ生の合格者の方ね、先輩の合格者たちもほとんどがやはり過去問をしっかりやってます。ね。2回3回やって初めてスタートしてるんです。3回ぐらい回してみて、もうやったスタート。 で、そこから4回5回6回ってやってことで、そこでしっかりと潰せるかどうかで、あの成績の伸び方が変わってきます。結局ね、どれの問題にしても、何しても過去問ベースであることに変わらないんですね。うんで他の人がやっぱりしっかり書けるというのは過去問に出てる論点です。だから、まずは過去問をしっかり潰していただくということになります。だから、論文組は今これこちらで10時間と言いましたけど、まあ1週間に2年も2年度以上ですかね？ 2年以上やることが好ましいかなとで、まあ、ちょっと,、えーとまあ、直前期というところもあって、まあ、どちらかというとあのゼミとかの中では回数をこなしてくれとだから1週間に2問分ずつやってくださいということで言っていたんですけど、まあ、若干、まああのーまあ、直前で例えば3問ずつぐらいやってくださいと3年度もね3年度も1週間に回しましょうと言ってたんですけど若干ペース直してもいいかなと思います。もう論文の論点は過去問の論点は全部俺は出てくるんだよと細かいところを含めて全部出てくるんだよって,いうっていうところまではこれいかないです。 うん、例年見ても最後の最後までいかないんですそれでいいですそれでいいですなので繰り返し繰り返しやることが非常に重要ですからあのそこをやっていただければいいかなと思いますはいでえー、っとあとまあ口述の過去問ですね口述の過去問でこれは担当組論文組に関わらず毎日少なくとも1問ですだからまあ担当組に関してはおはよう問題ですねおはようおやすみ問題と口述で論文組に関しては口述は必ず毎日やってくださいこの毎日やるということが大事です まあ当然体調が悪い時とかねそういうとこあるかもしれませんけどただし習慣にするのと一緒あの習慣にするのがすごく大事歯磨きとかと一緒ね例えばじゃあもうどうしてもうまく習慣別に、ね「おはよう」って起きた瞬間にやなくてもいいんですよ私もあの汗弱いですから起きた瞬間難しいですけどだったら例えば風呂入る前とか風呂入った後だとか まあ寝る前はできるかもしれませんから、まあ、例えばご飯を食べる前だとか、ね、会社に着いてすぐどこでもいいですそれはもう皆さんタイミング任せますただし同じタイミングで同じ問題数を解くということが重要でそれを習慣化するで口実に関してもそうですどこかで習慣化するそういうことによって今までのと違う勉強としては知識を維持するということを目的としてますのでそこできっちりとあの論点を叩き込むとかそういうレベルではないんですね分かんないとこ確認するとか。 要するに今までせっかくやってきたところを忘れないようにするためが目的ですからだからずっとアイドル状態でこう続けることが大事なんです演奏しないでいいですねだからこれはも毎日継続をしていただきたいというところになりますそしてまあ残りですね担当組に関してはまあ論文のこれもあの過去問を 1, 年1週間1年分ずつくらい見ていただいてプラス今度は過去問を40問ずつ年度ごとにやっていきましょう、うん、で,できれば1週間2回ぐらいできるといいかな うん、例えば、令和元年の問題を四本で、あの前の方から令和元年だけ拾っていけばいいんですね。うん、いや、別に、だから、探すことないよ。どれが令和元年かななんて、それ探すことはないです。で、まあ、まあ、ある受講生なんかですと、あの、全部4を、四本あの、過去問書を裁断して。全部バラバラにして、年度ごとにまとめている人もいましたけど、まあ、そこはもうお任せします。うん、まあ、単純に、あの、問題を前から見ていっても構わないです。 そして今週は令和元年の問題だけ解くこう今年は平成30年だけ解くで,できれば2回解いていただいて、うん、だから週の前半で1回解くで間違えた問題は復習するでもう1回解いてそこができるように確認をするっていう作業をできればしていただきたいかなと、うん、そこで、まあ、できた枝できなかった枝というのをもう落としていっていただきたいでこの時大事なことはできれば2回解くんだという意識をしっかり持つとあの結局40問をねしっかりやりすぎると時間かかっしょうがないのよ。 だからその時間をかけるのではなくてしっかり問題を解いてどこが分かってどこが分からないのかをあぶり出していくってことが重要です。 まあもう直前,期ですからあの直前期でしたかね実際はもうここについての精度がだいぶ上がってると今、ねまあ、やってみてもまあ過去問レベルであればほとんど間違いもないですと、ね、いうことであれば、まあ、それについては論文の問題集を増やしていただいてもいいかなと思います、うん、実際まあ直前でもね結局まあ過去問やることになりますからでもし間違えた問題があれば例えば担当コレモンとかに戻っていただいてあ一生法の窮条ってどんなんだったかなとかそういったところも確認していただけるとよろしいんではないかなと思います。 まあ、時間があるので、まあ、どうしても、まあ、いろんな、ね、例えば、じゃ、審査基準を見てみようかなと思うかもしれませんけど、私はあまりそお勧めしないですね。まあ、もうやるのであれば、過去問ですね。プラス、まあ、本を見ていただければいいかなと思いますので、まあ、そういった面では、まあ、今あるツールをですね。しっかり活用してやっていただければ、よろしいんじゃないかなと思います。 まあ結果的に例年担当試験でもなかなか点数を取れなかったという結果を見るとですね結果的に過去問の論点を落としていたり今までできた問題ができてなかあので,きて今まで,できてるね他の受験生ができてそのな問題ができてないということが多いですからその分をしっかりあの詰めると、ね、あの非常につらいところですそれは、ね、つまらない新しいことをやっていくんではなくって分かっていることを確認するというのはつまらないんですけどそれをきっちりできた人が合格してます。 ね、せっかく今回時間が取れるようになりました、ね、担当論文という形でもう一気にねこれはあの試験を突破するという気持ちで進めていただければと思います。まあ、なかなかねコロナウイルスもありましてね非常に、まあ、世の中的には、まあ、あまりね楽しくない状況があるかもしれません。でもねやっぱり私自身は、まあ、あのいろんな、ね、変化を楽しむっていうのは自分なんかはそうなので。 まあ確かにねこう夜とか自分は結構夜型なので買い物にくたやってなくてねすごい残念だったりとかまあ例えばね本当にご飯食べるところも最近はもう閉まってますからねああちょっと食べたかったのになとかね思いますけれどもまあそれはしょうがないですよってもしょうがないですからね今できることをまあ楽しんでいくと試験勉強に関してももう条件皆さん一緒ですからねもうそれはせっかくねおこれはいいチャンスだというふうに思って結果的にここで負けちゃうのはモチベーションが落ちたりとか。 勉強ベースができなくなくった人ですよ、うん、でそこを回復するのはたった一つですさっき言ったように決められたことを淡々と毎日やることたった2問でもいいんです結局一気にやろうと思うから人間着手ができないだからせめて2問ねおはよう2問おやすみ2問をやる口述1問やるこれだけはまず守りましょうでやる気がないんだったらそれ以外やらなくても結構です、うん、とりあえずは。 なんだけどやっぱねやればだんだんエンジンかかってきますからやる気を出すにはやるしかないんですねこれはやる気を出すにはやるしかないですからでその時に何か一気にねよっしゃ1年分をねポーンとやろうと思ったらどうしてもできないからそういった意味ではね細かく細かくやってってくださいね大丈夫ですからねあのー、いいね、まあ、今年あねなんだかんだあったけれども今回コロナの影響ね,おねあって大変なこともあったけど結果的には良かったなというふうにね思えるような1年になるといいんじゃないかなと思います。 はい、えー。というところでね、ま,あ、あのまた何かあれば、ツイッター等でご質問していただければと思いますのでね、ぜひ一緒に頑張っていきましょうよ。ね、はいというところで、じゃあ今回はね、これで終わりにしたいと思います。また、えー、どっかね、お会いしましょう。ということで、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。さよなら。